こんにちは。こんにちは。はい、来ましたよ。見てください、この晴天。ね、塚田屋店ですね。オープンしてますけど、いよいよですね、本格オープンです。ありがとうございます。いいですね。もうね、でもね、とは言っても日々いろんなものが入ってくるんですよ。こちらなんて、昨日です。リーチ応援 T シャツ。どうですか？こんなのないですよ、塚田屋。はい。あとね、この辺。もうラグビーじゃない、もはや、ね、ナイキグッズとかございますからね。はい。でですね、中どうぞ。大人気のガチャ、いいですか？大当たりが出たら、このカードお好きなの5枚選びますからね。私たちが持ってるストッカーですけどね、選んでくださいね。はい、これがですよ。どうですか？オープンしました。いいですね。今回こういう新しいグッズもありますからね。インパクトのね、ヘッドキャップ型のキーリングとか入ったんですよ。見てくださいね。で、ぐるっとですね、この辺見て、まあ、これはワールドカップグッズなんです。で、オールブラックスがあって、日本代表があって、なってますけれども、やっぱり大人気はこの辺ですよね。シングレット。はい、これうちしかないですからね、この辺。あとね、インパクト、もう最大量ございます。いいですね。見てください。で、展示品だったりとか、XS サイズ、サンプルは安くなってますので、これお早いもん勝ちなので、ぜひ見に来てください。いいですね。今年ね、大きくなったのが、こっちにね、もう一個ね、カウンター作ります。忙しい時ね。で、これでこっちでクレジットカードとか、QR 決済だけはできるようになってますので、よろしければ見ててくださいね。はい。でですよ、まあ、クールノットはソックスですね。で、ジャパングッズがありまして、ベイビー系、プレゼント系が入ったんですよ、新しい。で、これ見てください。フランスオフィシャルです。ファイスですね、ワンサイズですけど入りました。ぜひ見てください。まあ、あとはオールブラックスグッズですよね。この辺オールブラックスグッズがっつりございますので、どんどん新しいのも入ってくるので、よろしければその辺も見ていただきたいなというふうに思ってます。で、この辺国代表のコーナーなんですけれども、実はここだけの話ですよ。うち気合入ってるんで、まだまだ入る予定があります。みんな大好き、まだここにはないんですけど、スプリングボックスですよね。ナイキに変わりましてね、そのグッズがもう入ってくることが決まりました。あとイングランドも入ってきます。アルゼンチンが入ってきます。いいですね。その辺もドーン入ってきたらこれやりますからね。で、そうそう、もう完全オープンなんですけど、そういう意味ではかなり、流動的、どん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 このキャンチューも新しいもの入ってくる。当たり前ですね、ワールドカップキャンチューなんで。なので、まあ、滞在がもし長ければね、1回2回3回来ていただければ、もしかしたら日によってね、もう変わってる可能性ありますので、ぜひですね、お暇の時は毎日ですね、来ていただければというふうに思っております。あとですよ、みんなあんまりやんないですけど、 YouTube チャンネル登録すると 5% ですからね。いいですね。1万円のもの買うと500円安くなりますからね。そうすると向こう行くとケバブとか食べられますからね。ぜひチャンネル登録をした上でですね、来ていただければというふうに思っております。はい、ちょっとじゃあこっちを見てみようかな。もうこれ私履いてますけどね、この辺がもうねないんですよ、あんまり。なんでお早めにっていうのと、あとワラビーズグッズ、もうこの辺も大人気なんですけど、まあ、今まだある在庫ね。この辺はね、もう鉄板ですからね。鉄板、ぜひ見ていただきたいと思っております。あとですね、そうだ、最後にご紹介しようかな。はい、帽子コーナー、今年に限らずですけど、菅平日差しマジで強いんで、気をつけてて、まあ、これはさすがに日差し対策になるか一応なるか、いやいや暑いやんこの辺ですよね。この辺の日差し対策か、もうバケットアットもすっごい種類ありますんで、こっちもね、こっちもあります。で、この辺ですよね。あとキャップ、もうよりどり緑選び放題ですからね、いろいろ選んでください。あとね、実はこれ大人気だったトレーディングカード、もうこれ在庫ほぼない、少なくなっちゃってるんで、ぜひですね、ご希望の方はですね、来ていただきたいのと、さっき言ったあれです、ガチャガチャの景品、ここから、ね、僕たちね、その運営の方からね、いろいろこうもらってるんですよ、控えカードみたいな。ここから選び放題っていうか、まあ、ここから5枚選べますよってことなので、もしコンプリート目指してる方は、もしかしたらね、欲しいのがあるかもしれません。あと、まさかの、うちのお店と言いながら、タダであげられるものなんです。タダで。それがこちらです。いいですね。こんな立派な本ですよね。全
日本のラグビースクール100選みたいな、100じゃなんか終わらないらしくて、まだなんか第2弾もあるらしいんだけど、とりあえず最初の第1弾がこちらの無料っていうか配ってくださいって言われたんで、どうぞお持ちくださいっていうものもございます。はい、でそう、最後だ、最後って言いながらいっぱい来たけど、最後に最後に言わせて、ここ、もう僕、私の肝入りなんですよ。肝入り分かります？マジで気合い入れてるんですよ。もうステッカーやりたかったんですよ。あの東京駅の地下街みたいな感じで、あのいいですね、ラグビーチームのステッカーこんだけ集めたのうちだけだろっていうぐらい、あのステッカー集まったんですよね。ぜひ見に来てください。あの大人気系は、これですね、最近入ったビッグロゴ、これね、カバンとかいいですからね、あのかなりみんないい感じです。まあ、ちっちゃいの携帯とかね、 PC とかおすすめでございます。はい、なんかね、ざっ、まあパンツを持ち上げて、ざっと回りましたけど、さっきも言ったけども、物が入ってくることによってまたいろいろ変わったりとかしますけれども、基本的なラインナップはこんな感じでやっていきます。で、全然入ってないのが、あ、そう、実はまあ近々情報で言うと、その言ったじゃん、アルゼンチン、サウスアフリカのナイキ系熱いじゃん、あとはイングランド、アンブロのイングランドね、その辺もがっつり8月の頭、8月の頭もうすぐでね入ってきます。あとアディダスのスーパーラグビー、ちょっと少なかったでしょ、あれが実はもう一層セールみたいな行われてるんでしょ、向こうではね、来年変わるから、倉敷君変わるっすね、それも俺らがっつりゲットしたからそれがドーンと入ってきますからね、8月の上旬ですよね。もうそれするとあの辺が全部変わっちゃうかもしれないけどね、それもご期待ください。はい、というわけでですね、また一周しましたけど、これ何度も何度もやってるのはわけがあって、どんどん変わってるんですよ。うちのお店ね、もうね、どんどん変えてきますんで、あのまたもしかしたら第3弾、4弾のね、動画撮るかもしれませんけども、ぜひお付き合いいただければと思います。で、あのお越しになる方はですね、ぜひ気をつけてお越しいただければと思います。はい、というわけで皆様、大菅平の方でお待ちしております。